ハローアースノイド、ガンダムシリーズ3大最強オールドタイプに対するネットの反応をお送りするよ。宇宙世紀で強いオールドタイプについて語ろう。オールドタイプとニュータイプの違いがようわからんな。特にゼータはそんなの多いよな。ゼコアとかジェリドとか。ライラも話の流れ的にニュータイプに近い感覚は持ってたけど、結局オールドタイプ止まりみたいな微妙な立ち位置だな。サイコニャ兵器動かせるかどうかかな。ニュータイプの感知力って虫の知らせとかさっきとかの延長線だろうから元から人間が持ってるものだろう。テレパシーで敵の動きを察知できるのがニュータイプ、さっきで敵の動きを察知するのがオールドタイプ。テレビアニメじゃニュータイプパイロットがそんな無双もしてないけど結構オールドタイプパイロットに押されてるよね。神優ただ強いだけだ。戦場じゃそれで十分なんだよな。ただ強いだけの能力劣化ニュータイプ。パイロットとしての腕は上がったけど、ニュータイプ能力が落ちたとかそういう感じなのかね。個人戦下では格抜きでもガトーがトップだと思う。ガトーは強いんだけどニュータイプとやり合ってないのがマイナス。ガトーはよくてラカンくらいじゃないか。強いけど強いニュータイプには瞬殺される。0OAD3 だとフルバーニアンのコートキースの2対1でジムで勝ち越してるバニング隊長が一番すごいわ。バニングはシーマの不意打ちをかわし反撃したりするから相当強い。レズン姉さんとかも強いよね。最後があっけないからイメージ落としてるけど。レズンはケイラを圧倒するし引き際の判断が上手くてシンプルに強いのに、サイコフレームのインチキの犠牲になってしまった。どこから来たんだろうねこの人。アムロたちがおかしいだけでこの人もかなりの化け物に見えるけど。体感攻撃のエキスパートって言葉からすれば、相当戦闘経験あるはずというか一年戦争からジオンじゃねえのとしか。ハンブラビってニュータイプ専用機なのにオールドタイプの分際で乗るから死ぬんだよ。生きてる。頭を尖らせることによって超広角カメラの視覚をなくして360度見えるようにしたはずなのに、なぜか頭上が弱点のハンブラビさん。ハンブラビに得体の知れない力を感じちゃうヤザンさん、バイオセンサー搭載してたんだっけ。白っ子ハンブラビはどうか注意。ヤザン気に入らんな。得体の知れない力を感じる。白っ子そう感じるのは注意が今まで楽をしてきたからだ。ヤザンは白っ子が一目置いてる感じなのもポイント高いな。ヤザンはニュータイプ覚醒拒否っていう後にも先にもオンリーワンな離れ技してるからな。主役級のニュータイプとバチバチにやり合ってなお生き残ったヤザンは明確に強いよな。ヤザンはギャグ補正もあるから生存率めっちゃ高い。ダブルゼータの序盤に出てた記憶しかない。あの後どうなったか知らない。漫画とかでその後が出てる。ダブルゼータでは8話で受動に撃墜されて脱出した後は出てきてない。漫画の方ではジョニー・ライデンの機関でバースキって偽名で登場してる。ジョニキを考慮していいならゼータやダブルゼータのニュータイプは CCA シャアより数段下でいいな。それってサイコフレームがそんだけすげえって話じゃないの。ヤザンは最強クラスだから、宇宙世紀で対抗できそうなのオリファーさんくらいしかいない。ヤザンとブランは同じくらいだと思う。アッシマーはモビルアーマーなので強くて当たり前の気がする。思ったよりも強かった人、ラカンよりよほどかっこいいよギダン。ガトー、ヤザン、ブランが上位3人なイメージ、ラカンは強いってイメージないな。ラカンはゲイマルクとバチバチやり合いながらガズアルガズエルイナス実力はあるから、ネオジオンのオールドタイプでは上位なんだろうけど、どうもこれという戦果がない。ガトー上位はどうだろう、ニュータイプと戦ってないから普通にあっさり落とされそうでもある。ガトーより裏キの方が化け物だろ。あんな要塞みたいなのサイコミュなしで一人で操作させるとか何考えてるんだアナハイム。裏キが化け物ならそれより強いガトーがすごい。ガトーはコンペイトを襲撃時に機体を破損させずに核をぶち込んだのがすごいよ。絶対に傷つけちゃいけないクソデカ盾を持ってたんだから。プレイヤー補正じゃなくなった男、多分あの時代のスペシャル。こいつ秘密計画で生み出されたニュータイプであるディル君より戦果上げてない。ライラさんの評価はどんなものなの？神優に圧倒されてるのでそこまでは、本当に強かったか知らないけど S を尻で磨く男とか。なんかニュータイプってトップ層とサイコフレームがヤバいだけで、それ以外はオールドタイプでも勝てそう。勝つとかいるからな。むしろ劇中見てると勝つは結構強いぞ。強さっていうならモビルスーツの性能も同程度じゃないとフェアじゃないよな。
よく言われるクワトロ、シロッコ、ハマーンの三つどもえの戦いだけど、百式だけ明らかに機体が不利だしね。ザビーネは、あんなマリーとしか戦ってなくね。金ケブに勝ったぜ。ザビーネってオールドなんだっけ、なんとなくニュータイプだと思ってたわ。ザビーネはトビアの心の中を読んだ描写があるからニュータイプだと思ってた。ビグロの特腕とか普通に強い、でも最強クラスかと言われると違うだろうなと。なんだかんだニュータイプに覚醒したアムロに危機させたり叫ばせたりしてるから、結構いいところまでやってたと思う。三連星、ミデアがいなくてもすでに迎撃意識してたから、どっちにしろ撃破は無理っぽいけど、それでもオールドタイプの中では相当凄まじいと思う。アムロはドム初見でサイコ3エースが3機がかりやぞ。黒い三連星を挙げるならそれと割と戦えてた解散も結構すごいと思う。経験値積んだ回は普通にヤバい類だよ。接近戦に持ち込まれてもこの切り替えの速さ。でも絵画が等に勝てるかっていうと勝てるイメージが全く湧かない。メインキャラとサブキャラの格の差かね。普通に勝てないよ。絵画はエースだけどエマとかロベルト、アポリーくらいの強いベテランの息は出てないもの。教科書に載るぐらいのパイロットだから、宇宙世紀の評価でもガトーの方が普通に上だと思う。まあ結局パイロット辞めちゃったってのも大きいと思う。シローは主人公なのに名前上がらないね。まあめっちゃ強いってイメージはないけど、08正体はなんというか普通の兵士たちの物語って感じだからかな。08正体3人を手玉に取れるから相当強いってことでいいのかな。ザクで出撃してた時はパッとしなかったけど、グフカスタムでの鬼人の働きは皆の知るところ。ノリスはラルくらいかなって印象。ランバラルはモビルスーツの操縦技術に関しては中の上から上の下くらいなイメージかな。あくまでゲリラ戦が主な戦場ってイメージ。ラル3や3連星くらいまではアムロが覚醒しきってない感じもあるからな。終盤ギャンで前線したマクベはようやっとる。劇場版で無駄に強くされた人、シャート同レベルはさすがに。いやアムロをボコってるだろテレビでも。ドアンはジオンでの評価が分かっただけでテレビの方でもクソ強いぞ。サンボルかつニュータイプの片鱗も備わってるけど未覚醒でサイコザクなど、強敵相手に互角にやり合うんだからエオも相当強いか。もともとエース並みの技量だしな。飛行機パイロットとかもやってるシリディ並みじゃね。俺の脳内だとオールドタイプ最強はラル、ヤザン、ガトーの誰か。ラルはホワイトベース隊以外と戦ってないし、ガトーはコウ以外のネームドと戦ってないしで、やっぱりヤザンの強さがわかりやすいかな。この流れで毎回名前が上がらないジェリド。毎回負けてんじゃねえか。それでもカミーユ相手に終盤まで生き残ったのはすごいけど、ジェリドは獲物捕まえて舌舐めずりするようなことしなけりゃ割といい線いったと思う。謎のアムロ声撃墜オーテネスエイユングさん。しかもジムコマンドでだ。